ボビー・レオン・スケールズは、アメリカ合衆国ミシガン州出身の、元プロ野球選手、宇藤良だ。主な守備位置は二類種であるが、外野手や三類種を務めることもできる。ミシガン大学出身。1999年6月11日、メジャーリーグのドラフト会議において、サンディエゴ・パドレスから14位で指名された。 ミシュガン大学在学中は、ウエストコーストリーグのコーバリスナイツでプレーした。2003年に、トリプル A 級ポートランドビーバーズに昇格。以後、2006年にフィラデルフィアフィリーズ、2007年にボストンレッドソックス、2008年にシカゴカブスの各参加マイナーに所属した。2009年5月4日に、カルロス・ザンブラーノが15日間の故障者リスト入りしたことでメジャーに招集され、 翌5日のサンフランシスコジャイアンツ戦で31歳にしてデビューした。メジャー初打席時の相手投手は前年のナショナルリーグ祭ヤング賞を受賞したティムリンスカムだった。メジャー初得点は同じ試合で5回裏にショーン・マーシャルの敵自打の際に記録された。5月8日にはメジャー初三塁打をデイブ・ブッシュから12日には メジャー初本塁打をエドウィン・オレノから記録した。14日のパドレス戦では2本の2塁打で4、打点を稼いでいる。5月27日に一旦トリプル A 級アイオワに戻されるが、翌日には再びメジャーに復帰した。2011年6月27日、北海道日本ハムファイターズと契約した。背番号は2。日本ハムは、生に類種の田中健介が、 左足虚骨を骨折し、同年シーズン中の戦線復帰が絶望しされていたため、二塁を守れる選手の緊急補強の必要に迫られていた。当初は3割を超える安定した成績を残していたが、9月には月間打率193、オプス541と調子を落とし、守備にも難が見られたことから契約は更新されず、12月1日に対談が決まった。 2012年1月27日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。その後、メッツ参加エ a バイソンズへ移籍。同年5月18日、打撃不振に悩むチーム事情の手こ入れ、また、不動のセンター坂口智隆の長期離脱により、外野が手薄となったこともあり、オリックスバファローズと入団合意に達し、20日に入団を発表した。背番号は 4? 日本ハム時代は内野として起用され、オリックスでも内野手登録ではあったが、実際はもっぱら外野手として起用された。5月25日の対広島戦で1番レフトで初出場すると、以降は主に1番または3番で起用される。序盤は粘って死球で出塁する等の好成績を残していたが、徐々に調子を落としていった。最終的に成績は出塁率。 373と高出類率を誇り選球眼は、健在であったが、6月26日の対、ソフトバンク戦では、延長回も含め1試合後三振を記録する、当途中入団ながら103三振をマークし、得点圏打率は23、232と、後期での凡退が目立ち、打率26、262、5本塁打23打点と、物足りない成績に終わった。また、 外野守備も打球判断の悪さ等の難もあり、9月26日の試合終了後に来季構想外となり、対談することが発表された。10月26日、自由契約公示された。このシーズンをもって現役引退し、その後アナハイムエンゼルスのファームディレクター、GM 補佐を務めた後、2017年からはピッツバーグパイレーツの マイナーリーグフィールドコーディネーターを務めている。カブス時代オフシーズンにはジョージア州の高校で非常勤講師をしている。また、モニカ夫人は健康社会学の博士号を取得している。日本でチームメイトとなったマイカホフパワーはカブスでも同僚であり、スケールズの MLB デビュー戦にも5番左翼手として先発出場している。 日本ハムのチームメイトやファンからはスケさんと呼ばれている。なお、日本ハムの施設応援団、全国党紹会は、スケールズへの応援歌として、2007年に日本ハムに所属していた、外国人で同じ二類種のアンディ・グリーンのものお菓子を変更した上で使用していた。オリックス時代も引き続き、スケさんの愛称で親しまれ、登場曲もスケさんにちなんで、 水戸黄門の主題歌であるああ人生に涙ありが使用された。ありがとうございます。